です。そして、お久しぶりです、江頭です。ねえ、やろうてめえ、全然出ねえでよ。すいません、ちょっと仕事が忙しくて、すいません、申し訳ないです。はい、まあ、はい、ということで、ね、久々に、江頭くんが来てくれたので、まあね、ここといえば、まあ、グローブ。はい、はい、で、まあ、早速ちょっとグローブ紹介の方やっていこうと思います。はい、昔出したことあるグローブがあると思うんですけど、それ今どうなったかっていうちょっと、あー、わかりました。1個ね、はい、今日そんなに江頭は珍しく持ってきてないんですよ。そうなんですよ。じゃあまず1個目、はい、まあ、これはね、過去も出たことがある、てっぺんの豚皮。豚皮、そうですね、ヒョウ柄なんですけど、そこの皮は豚皮を使ってて、でこれはあれだよね、前より全然柔らかくなったよね。そうっすね、まあ柔らかくもなったし、赤い部分が色落ちしてきたかなって、うん、まあ使ってるからなんですけど。そうね、まあ割とちょっとずつこう柔らかくなりつつ、はいはい、自分の型になってきてるかなっていうような形にはなってきてますね。ポケットめっちゃ深い。これね、そうなんですよ、これ深めに作ってるんで、開いてしっかり掴めるって形を作ってたんで、うん、まあ理想の形になって、今多分一番これが使いやすいんじゃないかなっていう感じですかね。まあここの窓も広いね。そう、だからまあこの屈折がしやすい、うん、もうグリスもだいぶ浮いてきて、浮いてきましたね。まあ、やっぱ使ってると、まあ、そうなってきますからね。うん、はい、まあ、これはいい証拠だから。はい、じゃあちょっと今後このグローブも、どうなっていくのか、はい、気になるところなので、ぜひちょっと追っかけていきたい。これについて追っかけるの。まあ、汚れたらどうなるんだろうなと思って。まあ、でも汚したくないじゃん。そう、できれば。これは勝負はわざと投げてんだけど、絶対ね、絶対取れないんで。もうキャッチボールぐらいじゃね。まあね、ノックはちょっと違うグローブ使ったりもしてるんですけどね。次のグローブいきますか。これは多分出してない。これは使っちゃってるけど、多分、うん、多分出す、そう、出してないなかったやつですね。これです。はい、はい、そうっすね、こだわりまくってるやつ。ウェブが GS ウェブで、ね、はい、本体カラーがネイビー、紐と、まあ、ヘリ側等々はキャラメルで、ステッチをピンク、うん、で、まあ、刺繍関係は僕もともと統一はしたかったんですけど、名前のところは親指の名前のところはピンクとゴールド、はい、中指と小指は背番号16とゴリラスポーツで、はい、金の刺繍で、入ってます。僕まだ一応24なんですよ、うん、ちょっとこうまだ若い感じでいきたいなと思って、色はあえてあんまりキャラメルっていう色、まあ、いわゆるまあこう白系の色っていうのは僕あんま使ってこなかったんですけど、はいはいはい、唯一ピッチャー用で、昔お正月に上がったバイシュラバナのピッチャー用ぐらいしかキャメル持ってなくて、ね、うん、でもちょっと今回は遊び心と、ちょっとこれまで僕が作ってきたようなジャンルとちょっと離れた感じで作ってみたのがこれですね。なるほど、はい、まあ試合では使えないけどね。まあ、練習試合等々オープン大会とかね。そうっていう感じで使ってます。はい、はい、平裏にも刺繍が、そうですね、見えづらいな、感謝実践とちょっとね、見えづらい位置にあるんですけど、はい、ここに、まあ、感謝っていうのはもう感謝もそのままこれか、ここなら見えるかな、はい、okay、 まあ実践はもう高校の一部取ってみたいな感じですね。じゃあ最近ね、反撮来れてないんで、これでは来ていただけるように。そうですね、まあちょっと本当あの仕事がありがたいことにまたついてまして、はい、まあ、なかなかまたちょっと時間が作れなくなってるんですけど、たまにはね、今日撮影日にこう呼んでいただいたりとかして、お会いできるときはぜひ撮影させていただければと思いますので、はい、今後ともぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、我らが翔平 TV 翔平の師匠って言ったらいいのか、もう兄貴分ですね。はい、三辻さんに来ていただきました。はい、いつもお世話になっております。はい、お世話になっております。はい、三辻さんと会うのも2年ぶりぐらいかな。そうですね、2年ぶりぐらい、なのでちょっと久々に会いに来ます。はい、で、三辻さんも、はい、まあ、かなりのね、超いいグローブ、まあさすが三辻さんっていうようなグローブを使ってらっしゃるので、はい、ちょっとそちらも紹介していただこうかなと思います。はい、でちなみに左利きです。なんで左利きの方は必見です。はい、ということで1つ目がこちらです。ウィルソンの、これはオーダーじゃない、オーダーです。あ、オーダーですか。はい、オーダーで刺繍入れてないんですよ。あ、本当だ、ここだ、はい、あと、ちょっと待った、番号が、あ、本当本当、すいません、見落としました。はい、これ正直早速なんですけど、バカ高かったですよね。これまあまあしましたね。何式用ですか。何式用です。でも多分全部の箇所にスーパースキン使ってるから。あ、そうですね、スーパースキンとウィルソンってメタリックレザー。あ、ほんとだ。小指、親指、親指、そうですね、ラベルのラベルのところ、ね、あ、これはやばい金額になりそうだ。なるほどです。でウェブがこれダブルトンボ、はい、外野手用にしてはちょっとだけ小さく、そうですね、D8、はい、うん、D8 で少し小さめで作ってますね。うん、なんか左利きの方特有な親指の形をしてるなっていう感
感じがして、でやっぱあのスパスキン使ってるんで軽いっすね。軽いっす、めちゃくちゃ軽いっす。言い方悪いですけどお手入れ楽ですね。うん、手入れは本当に楽ですよね。でまあデュアル加工もちろんしていて、なんか特徴とかこだわりとかっていうのがあるか。まあ、あの、まあ、そんなに特徴という特徴はないんですけど、まあでも、まあ、普通に小指と親指で、はい、パカパカする、がっつりつかむ、がっつりつかみになりますね。小指2本ですね、ここに小指2本ですね、ついてる。結構広いですね、外野手用にしては、うん、そうですね、結構深めに作るのが好きで、うん、広くて深い、一回掴んだら離さないですね。そうですね、とにかく通常の状態でこう開くと、結構意識はして使ってるんで、ストレスなくはめられる、ね、うん、ありがとうございます、はい。じゃあちょっとね、このグローブに関しては僕はまあ、あの前見させていただいた時にちょっと話し込んじゃった記憶があるんですよ。こちらです、レジェーラファーストビットですね。ファーストビットです。かなり初期の頃ですよね、レジェーラの。まあでも2年前ぐらいなんで、あ、まあそんなに中盤、うん、まあまあまあ、うん、今から数えたら中盤、うん、そうですね。ジュテンレザーで、そうですね、 FA ですよね、はい、やばいなこれ、わかるかな、これツヤが球面の多分ツヤ、そうっすね。オイルは一回も、オイル一回も入れてないです。ですよね、まず時点ですよね。やばいだ、だからこそ軽いんですよね。めちゃくちゃ軽いですね、うんうんうん。このグローブ、思った時の特徴というか、なんだかな、逆にこうじゃないですよね。そうっすね、ちょっとこうですよね、うんうん、ちょっとひねりに近いような親指の曲がり方をしてるので、ウェブの曲がり方って言ったらいいのかしてるので、まあこれも力を入れやすい取り方をしてるのかなっていうような感じはしますね。あーやばい、肌触りが良すぎる。やばいですね。これは公式用ですよね。公式用ですね、はいはい。結構まあ小さめに、まあ、とにかくハンドリングっていうところをちょっと、うん、意識したので、まあ、とにかく小さくて軽い、はいはい、こだわりというかあれが指当てのところですね。多分ファーストミットでこの指当てはない。 Z のキャッチャーミットみたいな、ね、そう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 、あのずれても違和感がないと。そうですね、いうのが、まあ、Z のキャッチャーミットでよくやってて、あとディオさんもかな、この方のよく指当てをしてるんですけれども、これをファーストミットで持ってるの確かに。そうですね、なんでこれちょっと、無理を言ってというか、あのわがままを言って、はいはいはい、つけていただいたんで、僕もその方はよく高校時代にお世話になった方なんで、あの無理は聞いてくれる方っていうか、まあ言い方悪いですよ、もちろんちゃんと話して相談の上っていうことではあるんですけれども、まあ、こういったアレンジもしてくれるようなグローブメーカーとなっています。これはね、本当にめちゃくちゃ気に入ってます、うん、っていうのが伝わってきます。で本体カラーがブラックとタン、そうですね、タンとブラウン系かな。そうですね、ブラウン系で大人な配色、はいはいはい、年齢も年齢なんで、あのさっきの外野手用もファースト用もあのちょっと落ち着いた基本2色プラスアルファみたいな感じですね。いやーこれはちょっとね、やばいですね。いくらしました、ちなみに。これは7万3千円ぐらいだと思います。まあ水のプロより高いんじゃないかな。本当に軽いですし、これが年間100試合できるパワーなのかなと少しは入ってるのかな。まあもちろんすごい体してるんで、ガッチガチなんだよね。あ、年齢ってことですか。あ、年齢ってことですか。38ですね、はい、本当に38歳とは思えないよね。体つき飛ばし方してるんで今後も、はい、はい、時間があれば出ていただければなと、はい、思います。しました、はい、はい、ありがとうございます、はいはい。ということで本日はちょっと久々にお会いしたお二方の、まあ、特に三辻さんのね、グローブの方を、皆さんしっかりと見ていただければなと思います。多分声入ってないから大丈夫、うん、はい、ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。